こんにちは、MB です。ちょっと大変なコラボが発表されました。メゾンスペシャル×ザラ。これがですね。 なんと9月の28日発売になっていますメンズ・ウィメンズ・キッズ同時発売でですね全80型以上あるのかななかなかすごいコラボレーションになっていますけれどもちょっと詳しくない方もいらっしゃると思いますけれどもザラは皆さんご存知ですよねで、メゾンスペシャルはあの日本のサザビーリーグーとロンハーマンとかやってる会社ですねサザビーリーグがやり始めた D2C のブランドがメゾンスペシャルなんですけれども 僕もメゾンスペシャル普通にあのプレスルーム行ったりだとか初期の頃からずっとお付き合いがあるんですけれどもまさかザラとコラボになると思わなかったですねザラが日本のブランドとコラボするのはこれが初めてだそうで今までもですねザラって結構いろんなブランドとコラボしてます例えばスタジオニコルソンとのコラボもありましたしえ韓国のアーダーエラーとのコラボレーションもありましたトウガとコラボしたのは H&M ですねなのでえ日本のブランドとしてはメゾンスペシャルがザラと 協業すするのは初めてだそうですファストファッションの中で最も売り上げが高いのがまあザラ世界的に売り上げが高いのがザラなんですけれどもザラはどちらかというとユニクロとかと違ってファッション好きにお洋服好きに焦点を絞ったブランドなので、まあ、アーダーエラーとかニコルソンとかメゾンスペシャルとかまあそういうちょっとこうディープゾーンに向けて。 えー、コラボしているっていうのが、まあ、大きな特徴なのかなと思うんですけれども日本のブランドでメゾンスペシャルを選ぶっていうのがめちゃめちゃ意外でしたね。 えー、今回はですねこのメゾンスペシャルメンズのラインナップを中心にですねこの動画では解説を進めていこうと思いますと言っても僕もあのパーティーには誘われたんですけどちょっと日程が合わずに行けなくてですね、えー、実際にものをそんな見たわけではないんですけれども、えー、アイテムの写真と知識は少し入ってますのでそこを踏まえながらお話をさせていただこうと思いますその前に私毎週日曜日 m b アイテム自分のオリジナルブランドのアイテムを日曜日に必ず発売しております概要欄の方に m b アイテムストアのリンク貼ってありますのでぜひチェックください チェックしてみててみみくださいそれでは行ってみましょう、えー、まず「メゾンスペシャル」なんですけれどもいや本当にさっきから言ってるようになるんだけどなんで「ザラ」と「メゾンスペシャル」がコラボなんだろうっていうのがあるんですけれども、えー、まず1つ目の僕の疑問なんですけど1つ目の疑問価格帯今回価格も出てるもう出てるんですよもう出てるから全ラインナップの価格が分かってるんですけれど正直「ザラ」とコラボするっていうのは結局いろんなコラボそうだったと思うんですよ。ニココルソンのコラボもそうだし えーまあアダーエラーもそうだったと思うしユニクロとかもねユニクロ U のコラボとかジルサンダーのプラスジェイのコラボとかあらゆるそのファストファッションとのコラボってそうだったと思うんですけれども量販店が作ってるから本ちゃんのブランドのラインよりも安くなってますよっていうのが大きな売りだと思うんですね。でもメゾンスペシャルってあのページ見てもらえばわかると思うんですけどもともとそんなに高いブランドではないんですよ。D2C 形式でまあ D2C ってダイレクトトゥーコンシューマー で直接そのメーカーカが消費者にあのお届けをするっていう形つまり卸をしを介てないんですねセレクトショップとかに卸さないようなビジネスモデルで展開してるので価格をギリただまあメゾンスペシャルは近年あの卸を始めちゃったのでその今あの利益構造がどうなってるのかっていうのは分からないし純粋な意味での D2C ではもうなくなってしまってるとは思うんですけどそれでも普通のブランドよりは価格帯としては安くなってるはずなんですよ。 多分利益率とかもも普通のブランドよりもだいぶ優秀だと思いますだからまあ見てもらえば分かるんだけどジャケットとかでもお安いものだと2万円台からメゾンスペシャルはあるし3万円ぐらい出せばデザインのジャケットが買えるコートも34万円ぐらい出せば買えるしパンツも1万円台のものが結構たくさんあるんですねだからまあ言うて名だたるそのデザイナーズブランドそれこそザラがコラボしてたアーダーエラーとかスタジオニコルソンとかあの辺とかと比べるとぐっと安いんですよでの価格帯も ま正直メゾンスペシャルとそんななに大きくは乖離してない、メゾンスペシャルより1段階安いのが ZARA のインラインだと思うんだけどこの2つがコラボしても価格メリットってあんまり出せないんじゃないかなと思ったんですけど展開してる商品を見てもやっぱり本ちゃんのメゾンスペシャルとそんなに価格帯乖離してないからコラボの意味がどれだけあるんだろうってのは正直ちょっと思って。 ちゃうとこでではあるんですね、まあ、別に値段を安くすることだけがコラボの目的じゃもちろんないんでしょうけどただ消費者側的にはやっぱり z a a とコラボするっていうのは、まあ、ハイブランドとコラボしてもしくはハイブランドに近しいようなデザイナーズブランドとコラボして普段買えないんだけどここだと安く買えるっていうのをみんな多分望んでると思うんだけどメゾンスペシャルと z a a ってそれに当てはまらないんじゃないのかななんでメゾンスペシャルを選んだのかなっていうのがすごく疑問なんですね。 で2つ目なんですけど規模とか。 の話になっちゃうんですけど、正直メゾンスペシャルってまだまだ大きいブランドとは思えないんですよ。で、売上高も発表されてるけど、223年2023年の3月期のメゾンスペシャルえー、まあ、メゾンスペシャルを運営しているサザビーリーグ傘下のプレイプロダクトスタジオの売上なんですけれども、売上高は36億円なんですね。まあ、36億っていう金額はもちろん、そのデザイナーズのブランドから考えたら、まあ、もちろんそこそこの規模だとは思うけど。でもメンズレディース。合わせ 合わせて36億でしょう言うてそこままでででででももなないいゃそここと思うんです、ねまあ、これからもちろんねメゾンスペスってどん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 今伸びていってるのでこれからもずっと伸びていくと思うんですけれどもなんかだいぶその規模としてはちょっとこうちっちゃいところと組んだなっていうのが正直なところなんですね。でお洋服好きの人たちとかもメゾンスペシャルってすっごい洋服好きが買うイメージじゃないと思うんですよね。まあ、オーーラリだだったりとかコモリだったたりりととかか、まああいうその デザイナーズでこう立ってるねそのコレクションとか発表してるブランドとかと比べるとそこと比べると一角安くて素材感はそこら辺と一緒っていう D2C ブランドだからなんかザラが組むっていうのは。 ちょっと意外すぎてどう評価していいのかちょっと難しいところではあるんですけれども実際にちょっと商品を見ていこうと思いますこちらブルゾンですね MA1 型のブルゾンなんですけど45,990円ですこれ多分レザーだと思うんですけどフェイクのレザーかなという風うに思うんですけどまああのボンバージャケットですね MA1 もビッグサイズの m 1ボンバージャケットって言いますけどボンバージャケットあのメゾンスペシャルすごく得意なのでえまあ得意アイテムをきちんとやってるって言って 感じががしますがやっぱり価格のメリットどううなんでしょうねこのコートも45,990円でしょう、まあ、切り替えがしてあってメゾンスペシャルらしいちょっとこう一癖あるデザインになってるしオーバーサイズになってたりとかポケットのディティールとかも特徴的でメゾンスペシャルにしかないような服ってのは確かにあると思うしそれができてるとも思うけどザラと組んで4万5,000円でしょう。 あのメゾンスペシャルのページ見てもらえばわかると思うんですけどコートを買おうと思ったら4万出せば買えるんですよねど,どうなんですかねこれってまあザラとコラボしてそのほとんど本ちゃんのブランドと価格帯変わらない微妙な気がするんですけどこれどうなんですかねそれともザラとコラボしてるからクオリティが通常のものよりももしかしてアップしてるけど値段は同じそんなんでもなんか伝わらないよなと思うんですけどどうなんでしょうね えこちらコートですね、えー、モンスターパーカーかなと思うんですけども32,990円これなんか中綿入っていてこの値段なんでまあやっぱり安いは安いとは思いますしモンスターパーカー何気にね、あのー、またトレンドを復活しつつあるので今年来年あたりは結構モンスターパーカーまた増えだすのかなというふうに予想してるんですけれども、まあ、この辺はやっぱりトレンド感もあるし あとはデザイン的にもメゾンスペシャル得意なところではあると思うのですごくいいアイテムだとは思いますこれまあさすがに本ちゃんあのメゾンスペシャルが作ったらもうちょっと高くなるとは思うので、えー、コストメリットはあるかなというふうに思いますジャケットダブルのジャケットあります29,990円ダブルのジャケットもメゾンスペシャル今見てますけど 2way ストレッチカーシープライムオーバーダブルテイラードジャケットっていうモデルがあるんですけど24,220円なんですよ 本家のメゾンスペシャルで 2way ストレッチの素材でポリエステルの糸を使ったダブルのジャケットが24,420円 ZARA とのコラボでこれ多分ウール入ってると思うけど29,920円これどう捉えるかなと思うんだよね本当に。デザイン的にはいつものメゾンスペシャルよりももうちょっと多分ソフトにしてるイメージなのかなっていうのが見て取れます。 ダブルのジャケットもいつもだったらもうちょっとデザイン入れてくると思うしもうちょっとシルエットドカッとでかくすると思うんですけどそれが抑え気味になってはいるのでメゾンスペシャルの入門編みたいになってるとは思うんですけどただでもメゾンスペシャルの入門編だったらもうちょっと安くしてほしいなっていうのが正直なところでニットもやってますねニットもオーバーサイズのニットよくメゾンスペシャルやってますけどカーディガンで17,990円。 えー、v ネックのプルオーバーで13,550円とか13,590円あ590円か13,590円になってますね、えー、マーブル柄のニットだったりだとかちょっと特徴的なメゾンスペシャルらしい若干レトロなあ印象が入ってるような、えー、ニットをやられていますがうんとまあ本家メゾンスペシャルで買おうと思うとプルオーバーのニットでだいたい1万円後半ぐらい。 でカーディガンで、えー、凝ったものだと2万円台シンプルなものだと1万円台で買えるカーディガンもありますそれがまあザラのコラボで買うとニットが1万3,000円でしょでカーディガンが1万7,000円なのでうーんまあまあって感じですかねちょっと安くなってるっていうイメージですかねでシャツも1万990円でラインナップされてますやっぱりその見て取れるのがシンプルになってますよねメゾンスペシャルらしさを少し抑えてシルエットはもうちょっとスタンダードにして え素材感も多分メゾンスペシャルとはちょっと一線隠してるんじゃないのかなというふうに思います多分見てあのザラの生産背景でやってるのかなというのが分かるので、えー、メゾンスペシャルの,あのいい素材感っていうのは。 多分使ってないんじゃないのかなというふうに思うんですけどあとメゾンスペシャルパンツが結構人気ですよねデニム今回やってますデニム17,990円マルチポケットのデニムやってますこれすごくいい感じですねさすがにメゾンスペシャルこういう加工のマルチポケットのデニムってなるともう少し値段がすると思うのでこの辺は比較的あのお買い得といえばお買い得だと思うしあと人気が集中するところなんじゃないのかなというふうに思います メゾスペもやっぱり3万円ぐらいはすると思いますからこのぐらいのことをやろうと思うてケミカルボッシュでマルチポケットにしてだとそのぐらいはつけて値段つけてくると思うのでまあそこから考えたら値段は比較的安いかなというところただまあメゾスペも1万円台のパンツとかバンバンあるのでまあそれ考えるとどうなのかなとはちょっともうお得だってなかなか言えないところではあると思うんですけど。 あとはレレザザーーののパパンンツツですね。17,990円。この辺もワイドシルエットタックが2つ入った深めのタックが2本入った2タックのワイドシルエットのレザーのパンツとかもやってますメゾスペの定番のアイテムが比較的こう履きやすく着やすく使われのリ,リデザインされてちょっと値段が安いっていう感覚ですかね あとはブーツですね52番ビブラムソールを使ったブーツをいくつか展開していますトレッキングシューズ的なデザインのものだったりとかスリッポンもやってますねビブラムのシューズはですねザラがすごくこうコラボしてあの価格落としているのでこの辺は本家のメゾンスペシャルと比べてもかなりお買い得なラインナップになっているんじゃないのかなというふうに思います。 あとはあの小物レザー小物がメゾンスペシャル得意ですけれどもマルチケースコインパス13,990円やられていたりだとか4,390円のマルチケースがあったりだとかこの辺はかなり値段抑え気味にしてあるので、えー、よろしいんじゃないかなとは思います。ざっと見てますけれどもやっぱりどうもプライスレンジが本家と比べてそこまで変わってないので。 お得かって言われるとちょっと難しいところなんですけどこのコラボの狙いが微妙にわからないんですけどまあメゾンスペシャルいいんだけど実際に着るとまああのメゾンスペシャルってお洋服のそのルックとかを撮る時にあれ本当にすごいスタッフ使って撮ってるんですよ。 考えられないぐらいこのぐらいの価格帯のブランドでは絶対に使わないようなモデルとか絶対に使わないようなスタッフを採用してめちゃくちゃ気合い入れたルックを作ってるんねメゾンスペシャルだからメゾスペのホームページとか見るとありえないぐらいおしゃれでありえないぐらいかっこよく見えると思うんですけど実際に届くとメゾスペってかなり癖のある服作りをしているので着用すると あれこれ俺大丈夫かなって思うものも多分たくさんあると思うんですね。それが魅力だと思うんですけど、それを今回ザラコラボで。 ちょっっとソフトにししててるののかなっていうのはありました全体的にシルエットもあのメゾスペの特有の丸みのあるようなオーバーサイズっていうのを少しこう削いであげてですね若干小さめにして多くの人が手に取れるようにっていうところに調整しているのはさすがザラだなと思うしで安っぽいかって言われると、まあ、そんなに安っぽくもないと思いますしもともとザラの素材がいい素材使ってますからそんなに、ね、悪い素材使ってないですから、あのー、ザラの価格帯に落とし込んでもそこまでその極端に安っぽくメゾンスペシャル本 乖離すするよううなななテイストにはなってないと思うんですけれども値段に関してもやっぱりそこまで大きな差はないのでこれをどう捉えるかですよねシルエットだったりとかデザインのアクセントがメゾンスペシャルよりもちょっとソフトになっている分入門編として使えるただ値段はそんなに大きく変わらないんだったらだったらメゾスペが好きなんだったら試してみたいんだったらもう勇気を持ってちゃんと本家のものを買った方が値段そこまで変わらないんだったら僕はいいんじゃないのかなとは思うんですけれども。 ただまあメゾスペって店舗展開してないので店舗であの店舗展開まあ東京と,、えー、と今どこだっけメゾンスペシャル3店舗ぐらいしかまだないと思うんですけれどもあのー、それがザラの各店舗ザラはこれ35店舗ぐらいで展開って書いてあるかな25店舗ですねで z ザラはは25店舗と公式 EC で展開なので見れる店舗数が えー、メゾンスペシャルよりも多くなってるからふ、まあ、普段メゾスペに触れられない人がザラで見れるっていうメリットはあるかもしれませんこれでもどうなんでしょうねメゾスペにはすげえいいコラボだと思うんですよね知名度を拡散するすごくいいコラボレーションだと思うんですけどザラ側からするとどうなんだろうなと正直思うんですけど是非、えー、気になる方は見に行ってみてください9月の28日発売開始でございます。 銀座ではポップアップやっていて28日から10月8日までポップアップやってるそうです銀座だとフルラインナップ揃うそうなんでメゾンスペシャル今僕メンズに向けて話してるけどどちらかというとレディースに人気のあるブランドなのでレディースの方は結構攻めたアイテムも多かったのでちょっと見応えがメンズとはまた違って面白いかなという風うに思いますメンズもなんかあのー、どうなんですかねもうちょっとこういうソフト路線にするんだったらなんか値段もう少し下げて欲しかったかなとは はいというわけで、えー、メゾスペザラぜひチェックしてみてください、えー、僕も発売されたら全部買ってみようと思いますというわけで、えー、私 YouTube メンバーシップやっておりますメンバーシップでは、えー、よりディープなお話、えー、ハイブランドだったりとかブランドの歴史デザイナーの変遷だったりとか、えー、ファッションを専門的に学ぶチャンネルとなっておりますよろしければ概要欄の方からメンバーになるボタンで参加してみてください今参加すると今まで配信した100本以上の動画が一気に見ることができるのでお得なサービスとなっておりますよろしかったらお願いします この動画がいいと思ったら、高評価とチャンネル登録もお忘れなく。またお会いしましょう。mb でした。バイバイ。